はい、こんにちは。先日東急ハンズに行ったらこんなものを見つけたんで買ってきました。じゃじゃーん、横須賀海軍カレーラムネ。まあ、横須賀海軍といえば美味しいカレーライス、海軍カレーが有名なんですけど、ラムネがねカレーになったと。古き良き海軍カレー香るというわけで、まあ、カレーガチ勢の私としてはいても立ってもいられなくなり、瓶持って帰るの重いなと思いつつ、横須賀海軍カレーとは明治41年の海軍割烹術参考書から復刻したカレーの町横須賀の名物ですと。まあ、私、横浜生まれ横浜育ちということで、割と横須賀には愛着というか親近感がありますね。俺は横浜生まれ横浜育ち、悪そうなやつと大体友達。炭酸飲料、ブドウ果糖糖液、香料、酸味料、カラメル色素、ただの清涼飲料水ということですね。若干黄色いぞ。いや、これ怖いのがさ、プシュってやった時にドーンってなったら嫌なんだよ。行くで。あー、痛い手が。左手にしよう。待って待って、このこれ取んなきゃいけないね、この輪っか。メビウスの輪を取って、これメビウスの輪を取って、あーやだなー、プシュってなったらやだぞ本当に。それだけは勘弁してお願いだから、いくよ。大丈夫だ、ちょっと手にはべっとりいったけど、うわっ、カレーの匂いすごい。キッチンペーパーよかった。おー、ビー玉、ちゃんとしたラムネ。最近さ、ラムネってこういうラムネないパターンあるよね。ラムネっていうとこのやっぱこの瓶プラスビー玉、このビー玉を詰まらせないように飲むっていうのが我々昭和のね、昭和の激動の昭和を駆け抜けた世代のね特技ですから、平成もんにはまだまだ負けらんないっすよ。いただきます。正直な感想、いまいち。あのね、カレーの匂いがすごいする。名前に偽りなし、カレーラムネとはまさに名前に偽りはないです。しかもカレーもちょっと安っぽい、なんてチープな匂いのカレー。レトルトの、レトルトってさ、100円台、200円台、300円台、400円台、500円台、1000円台みたいな、私の中でなんか結構値段であれ変わるんだよ。だけど、結構チープなカレーの匂い。で、ただ甘いだけの砂糖水みたいな。まあ、それはラムネ特有のあれですけど、もうね、の、いただきますって言ったこの瞬間でうってなっちゃったんですよ。すごい、すごい、くわって鼻からカレーの匂いが抜ける。うん、もういいかな、これは2回目はないな。まあ、ネタというか話の種というか、一回飲んでみたいなというので飲みますけど、このヘビーに何回も買うということはないですね。よかったら皆さんもぜひ飲んでみてください。結構1本いくのきついぞこれ。私は東急ハンズで買いました。なんかね、ご当地ラムネっていうか、いろんなジュースがバーってラムネとか含め東急ハンズで売っているコーナーがあって、そこに置いてありました。カレーマニア横須賀、親近感ある私としては買わずにはいられなかった。古き良き海軍カレー香る横須賀海軍カレーラムネ、飲んでみました。よかったらご賞味あれ。バイバーイ。